皆さんこんにちは行政書士資格説明会行政書士ってどんな仕事どんな試験ということでお話をさせていただきますレック専任講師の二戸部と言いますよろしくお願いしますはい、えー、今日はですね、えー、行政書士の資格説明会ということでお越しいただきましてありがとうございます、えー、今日のタイトルは行政書士ってどんな仕事どんな試験ということですので えまあ仕事の内容の前にねあの試験の概要をまずお話しさせていただいて、えー、その後でお仕事の内容をお話しさせていただければと思います私も行政書士会議をしてもう15年以上経っているところでねいろ、えー、んな業務をやってきましたし、まあ、行政書士の業務もね、えー、実務家の目線からお話し少しできるかなと思ってますということでですね、あのー、こちらのパンフレットですね えー、皆さんのお手元にあると思いますのでこちらのパンフレットの方を出していただけますでしょうかでこちらのパンフレットのですねまずは行政書士の試験の概要をお話しさせていただきたいと思いますで、えーとね、こちらですね、このページ12ページ、13ページというページになります。 今見てるのがこの12ページの上の方ですね、はい。ここがまあ試験の概要ページということになってます。さあよろしいですかね。で、まずはですね、この出願から最終合格までの流れということで、この12ページ、13ページにわたって、ずっと青いラインでね、つ、え、な、ー、がっている部分、ここをまず見ていきたいと思います。で、まずは、 ここですねえー、願書の配布出願ということでこれが7月下旬から8月下旬という間になってますね。で、行政書士の受験資格非常に特徴的で年齢、学歴、国籍関係なく誰でも受験をすることができるということで行政書士の受験資格に関してはこれはあ、まあ、ないということになります。 なのでで幅広くね受験をするることができる16歳から受験されてる方がいらっしゃったりとか80歳90歳を超えても受験されてる方なんていうのがねたまに試験研究センターの方からこう発表されてるというところです。で試験期日ですね行政書士の試験は国家試験11月の第2日曜日ということで1年に1回しかないという試験になってます。 11月の第2日曜日の1時から4時までの3時間でね60問の問題を解くというのが行政書士試験ですそしてまあ受験手数料7000円ということですねで合格発表が翌年の1月下旬ということになってますだからまずまあ気にするのはここですよね11月の第2日曜日でこれ試験があったら翌年の1月下旬に合格発表と。 いいうう流れになっているということこですで受験資格に関してはこの年齢学歴一切関係なく受験をすることができるということになっています。さあそして今度は13ページの方に行きましょうか隣の方ですね。こねでここが。 本試験11月の第2日曜日に本試験がありますけれどもその試験科目がねここに書いてありますで本試験と書いてありますで試験科目は大きく分けて2種類あるということですで行政書士の業務に関して必要な法令ということで、まあ、行政書士は法律系の資格ですから法令が出題されるとそれから行政書士の業務に関する一般知識と いうことで、まあ、政治経済社会のような一般知識も出題されるというのが行政書士試験の特徴ということです。で、法令編が46問、一般知識14問という形で合計60問の試験を3時間で解くというのが行政書士試験です。で、法令編の方を見ていきたいと思いますが、法令編の科目憲法、行政法、えー、それから民法商法、それから基礎法学と。 とといいいううう形の、まあ出題のの出法令の科目はもう決ままっているということになります憲法なんかで言えばね、えー、これは日本の法体系の頂点に位置している法で、えー、人権を保障するための法体系というのが憲法という法律になります、えーまあ、法律というかね法令になりますね。で人権どのようなものが規定されているのかどのようなものから人権は守られるべきなのかということが、まあ、書いてあるということになる。 それから行政法ですねで、この行政法がねやはり行政書士試験の出題の中心ということになります行政書士と言ってますので行政とつきますのでねま行政に関する手続きなんかを行政書士は行っていきますからこの行政に関する知識行政法というところは出題の中心でしっかり学習をしなければいけないところですで、行政法の中でも どういう分野がね出題されるのかということになりますが特に見てほしいのはここですね行政手続き法行政不服審査法行政事件訴訟法そして国家賠償法と地方自治法と、えー、これが行政関連の方です、えー、実はまあ行政法という法律はなくて非常に行政関連の法分野って広くてですね、あのー、一概に何て言うんですかね行政法っていう一つの法で 一括りにすることがなかなかできない分野なんですなのでその専門性に応じて行政関連の方というものができてますで、特に行政書士試験で出るのはこの主要三法と呼ばれる法律行政手続法行政不服審査法行政事件訴訟法ですこれがまあメインの特に重要な法律ということになります行政手続法なんていうのは例えば行政が何らかの処分を出すと 例えばですね飲食店の営業許可飲食店の営業許可申請をしてそれに対してどのような手続きで許可不許可の決定を出していくのかということで、まあ、処分に至る前の事前の手続きというものが規定されているのが行政手続き法法という法律ですそれから行政不服審査法ですねこの不服審査法は国民の権利利益の侵害がなされたと。 考えられるような処分が出たときには、それを事後的にこう救済するための制度で、行政自身に不服を申し立てていくというのが行政不服審査法の法分野ということになります。で、まあ行政不服審査法、特にこの処分が出た後で行政に救済を申し立てていくということになりますが、まあ、最上級の行政庁に不服を申し立てていくなんていうのがね。 行政不服審査法の基本的なルールーということになっていますすそれから行政事件訴訟法ですねこの行政事件訴訟法も処分が出た後争うという点ではこの行政不服審査法と同じなんですが事件訴訟法行政事件訴訟法の方はですね救済を行政自身に求めていくんじゃなくて裁判所の方にね求めていくと。 いうことで、行政事件訴訟法の法分野ということになります。行政事件訴訟法では特に、えー、取り消し、訴訟と呼ばれる部分が非常に重要なね、えー、ところで、特に取り消し、訴訟の訴訟要件と言われるところが出題の中心になっているというところですね。だから、まあ、不服審査法と事件訴訟法は処分が出た後、事後的に争っていくっていう点では似てるんですが。 どこに救済を求めていくかというところで不服審査法の方は行政自身に事件訴訟法の方は裁判所にということでそして違法な行政処分がなされた後でそれを今度金銭的に賠償請求していくというのが国家賠償法の範囲ということになります。 国家賠償法では違法な公務員の行為によって国民の権利利益が侵害された時にはその金銭的な賠償を求めていくというのが国家賠償法それから公の映像物ということで公共の物なんかのね管理が悪かったということで損害を負ったような時にはそれに対する損害賠償を国や地方公共団体にしていくというのも国家賠償法の範囲ということになります。 それから地方自治法が最後にありますが地方公共団体って何なのか普通地方公共団体特別地方公共団体なんてありますが特に普通地方公共団体都道府県や市町村こういったところではどういう機関を設置しなければいけないのかま町、あ、や議会ですよね、えー、二元的代表制なんていって、えー、住民の意思というものがそれぞれに反映されるシステムということになっています。 まあそういったことを細かく学習していくのがこの地方自治法の分野ということになります。で択一ですね、えー、5つの問題5つの問題とか5つの足ですね5つの足の中から5つの足の中から1つだけ正解を選びなさいというのを五子択一式の問題で五択の問題ですね、えー。このうち行政法は19問出題されるということになってます。 だからその五種択一の問題五択の問題が一番多く出題されるのがこの行政法という科目になりますから行政法は試験合格のためには避けては通れない非常に重要な科目だということになるわけです。そして次がねこの民法ですね。行政法の次にこの民法の出題というのが多いということになっています。 行政法は先ほど五子択一の問題19問と言いましたが民法は9問の出題ということで五択の問題の1位出題の数が多いのが行政法が1位で2位が民法ということになりますのでこの行政法と民法を制するものは行政書士試験を制するということをね、えーまあ、よくね耳にはしますね。 で民法っていうのは私たちが生まれてから亡くなるまで、えー、個人と個人との間のルールを定めてるのが、まあ、民法という法律になります。で民法に関してはあの行政書士合格した後ね業務なんかをやるときにも民法の知識というものは必要になりますし。 えー、さらにはね契約に関する債権と呼ばれる部分がありますけれども近年はそこが改正されてね、えー、そこの改正部分をしっかり理解して例えば契約書のチェックとかそういう業務をやるなんていうことも必要になってくる知識になるのでねあの民法の知識っていうのは行政書士試験合格後非常によく使う知識だということになります。 でまあ、試験的にもね、えー、非常に重要な科目であるということですねはい、えー、それから商法ということで、まあ、商法の分野には商法と会社法という分野が入ってきます、えー、商法っていうのは証人同士の取引、えー、民間人同士一般人同士の取引だったらこちらのね民法のルールを適用することになるんだけれども商法っていうのは証人同士の取引で 証人同士の取引っていうのは大量に迅速に取引をするという要請があるのでこちらの一般的な民法のルールではねえなかなか賄えな,ない部分があるんだよねえですので証人同士の取引のところはこの商法という法律で規律をするということにね特になるわけですそれからまあ書いてないんですが会社法という分野もこの商法の中に入ってきます会社法の知識 これは行政書士業務でではは特に重要な知識ではあります、えー、行政書士の業務の一つに会社の設立業務と呼ばれるものがあります、まあ、もちろん当期はね司法書士の専門業務ですからそこまではできませんけれども定款の作成とか議事録の作成こういうものは行政書士の業務ということで行うことができますのでそういう時に会社法の知識がね非常に重要になってきます。 特にこのこれからね会社を設立してえ自分が社長としてやっていきたいんだというクライアントに対して相談をされるんですよね。でその時にどのような名前でやりますか本店はどこですか資本金はいくらですかそれから会社の,設立,のさ設立に際してよく動くいわゆる発起人と呼ばれる人ですが発起人は誰になりますかさらには会社成立後の期間設計はどうしましょうかということでこれ全て全部ね 会社法にルールが書いてあるということになりますので会社法の知識も行政書士試験合格後非常に重要な知識として役立つ知識になってきますさあそして最後に基礎法学ということでえまあ全てに共通する法の基本ルールのような出題なんかが出てくるのが基礎法学ということになりますそれから近年のね法の改正 法制度の改正に関する出題とかねそういったところもまあ出題されてくるというのが基礎法学っていう分野ですでこういう形で法令編は全部で先ほども言いましたけども46問の出題があるということになってますさあそして今度はこちらですね一般知識の方で,すで法律系の資格 法律系の資格なのにね行政書士試験は一般知識が出題されるっていうことでこれもまあ法律系の資格だったらねだいたい試験の科目は法律の内容を聞くことが多いんだけれども行政書士の場合は一般知識も出題されるで。特にここに書いてあるこの政治経済社会ですね政治経済社会という分野が聞かれるということになってます。 政治資金規正法に関する出題ですとかね公職選挙法に関する出題なんていうのが政治分野経済なんかに関しては日本銀行の経済政策に関してとかねそういうものが聞かれたりとか社会に関しては介護に関する知識とか年金保険とかねそれから環境なんかもこの社会に入ってきます。ということで政治経済社会に関してはこの出題の範囲が非常に広いという特徴になってるわけです。 ですのでねあの受験を決めてるということであれば政治経済社会に関しては範囲が広いですからどんどん早く勉強を始めていただきたいというところなんですよねもちろん政治経済社会一般知識に関してはレックの方でも講座も用意してますしテキストも用意してますし講義も行いますけれどもねあのレックのテキストから全ての出題が出てるかっていうとそうではないでこれは各予備校全部そうだと思います。 なかなかこう政治経済社会は範囲が広いので、えー、テキストから全ての問題がそこから出てるということには各予備校全部ならないんですよね。えー、ですので政治経済社会に関してはぜひねあの早めに始めていただいて準備を整えていただきたい。で、まあ、大学入試レベルぐらいの政治経済社会の問題が聞かれてると考えられますので、まあ、大学入試用の参考書なんていうのは十分使えますしね。 あの私も本屋さんで、えー、政治経済社会高校のね政治経済社会のテキスト教科書っていうんですかね、えー、そんなの購入してね、えー、学習したりもしましたしね、えー、そういうことで、まあ、あと新聞の一面を読んでいくとかあの政治経済社会に関するニュースに関してはもうネットでも構いませんので是非ねニュースよくこう目を通していただいて事前に準備を図っていただきたいと思います。さあ それから情報通信個人情報保護ということでここはなかなかね一般知識の中ででも学習がしやすす。い分野です情報通信に関しては例えばセキュリティ用語とかね、えー、それに関する知識が聞かれたりとかそれから情報通信用語そのものの定義をね、えー、正語問われたりと。 いうことでで聞かれてくるので比較的こうまあネット環境が周りにあればね比較的解きやすいかなっていうのがこの情報通信の分野です。それからこの個人情報保護のところここもですね非常に学習しやすい。えー、出題されるべき法っていうのがねここはもう決まってて個人情報保護法や 行政機関個人情報保護法なんていう法がありますのでそこからおよそ出題がここはあまあ考えられるので個人情報保護法や行政機関個人情報保護法という法律をしっかり学習していただければここは大丈夫かなというところですで特に個人情報保護法の出題に関してはなかなかこう定義がね個人情報保護法にはいくつかの言葉の定義が書かれてるんですけれども例えば個人情報って何かとかね 生存する個人に関する情報なんて書いてありますがそういうことに関する知識をまあ出題されたりとかということで定義さえしっかり分かっていれば回答ができる分野ということがね個人情報保護法は言えるんでそこら辺もしっかり学習していただければ十分得点源になるということになります。さあそれから最後ですね文章理解ということになっています。えー、文章理解はですね 国語の長文読解問題です、えー、でこれが3問、えー、毎年例年例出題されていますで文章理解の問題がですね問題番号が58番59番60番ということでこれ何意味しているかというと最後の3問行政書士試験は先ほど言ったようにね60問ですから最後の3問が文章理解の問題でこれが全部長文読解問題ということになってます。 これ何意味してるかっていうと時間がない文章理解の問題解く前までに非常にたくさん時間を使ってしまってるとね例えば5分で文章理解の問題3問解かなきゃいけないとかねえ10分で3問解かなきゃいけないまあ10分残ってれば前まだねいいかもしれないですがなかなかこう時間がなくって文章理解十分読めなかったということで適当に何番につけましたっていうのをねえよく聞きます。ですので文章理解に関しても長文 読解です、ね、まあ私なんかもね文章理解は苦手でしたよ、あのー、何回か読まないとね文章が頭の中入ってこないタイプでね私は2回3回読んでやっと内容がああそうかっていう風にねえまあ入ってくるようなそういう受験時代はタイプでしたからなかなか苦手にはしてたんですけれどもここもしっかりね文章理解あの接続詞ですとかそれから足から見るとかね そういう形の対策を取れば、あんま十分点は取れるんだというところの部分ですから、文章理解もそんなにね、あのなんていうんですか苦手意識を持たずに学習をしていただければと思います。で、文章理解の出題に関しては例年三パターンで出題されています。三パターンというのは何かというと、まず用紙把握問題ですね。長文を読んで、その用紙に合うものを一つ選びなさいと。 えーいうものが用紙把握問題それから次が並び替え問題ですね、えー、文章が5つのブロックに分かれてます。あからおまでの文章なんかに分かれていて「あからおまでの文章を適切な順序に並び替えるとどういう順序になりますか」というような問題の「並び替え問題」えー、それから「穴埋め問題」と呼ばれるもので長文がッコ、まあ、でね虫食いの状態になってます。 その括弧の中に適切な文適切なキーワード適切な言葉を入れて完全な文章を完成させなさいという形の穴埋め問題だから文章用紙把握問題並び替え問題そして穴埋め問題とまあ大きくはこの3つに国語の問題は分類をすることができます。で近年でですすね、この3つのつパターンがあるんですけれども 2つのパターンでしかほぼ出題されていないという傾向です。2つのパターンって何かというと、えー、用紙把握問題が近年出題されてないんです、ほぼね。あのー、並び替え問題とかあ穴埋め問題の出題が多くて、用紙把握問題は近年ほぼ出題されていないという傾向が出ています。まあ、これは受験生にとっては非常にいいことでね、 用紙問題ってね結局長文全部読んで、えー、5つの足全部読んで,で結局どれが合ってるのかということを探さなきゃいけないので用紙把握問題1問でも出てるとね非常に解くのに時間がかかるんですけれども穴埋め問題やね、えー、並び替え問題だったら接続詞それからもう足の方からね答えを探すっていうことが簡単にできるので、えー、これは受験生にとってはね非常にいいかなという傾向が続いているというところです。 さあこういう形で一般知識の問題は14問ですね14問の出題があるで46問14問で合計60問というのが行政書士試験ということになりますでこの試験がねどのような形で出題されるのかということになりますがこれが今度また12ページに戻っていただいてここですねここの左上のところですね でこの ABC ということで ABC の形で出題されるで五択と呼ばれているこの五子択一式ですねこの出題が非常に多いですただ B や C ということで多子選択式や記述式という形でも出題があります多子選択式っていうのは過去最高裁判所の判決文、まあ、いわゆる判例と呼ばれているものがあって、えー、それがまた虫食い状態になっているのでそこに適切な言葉を選んで入れていきなさい なんていう問題が多種選択式の問題ですそれから記述式ですね、えー、法令に関する記述を40字程度書きなさいという問題が出てますで、それが記述式が行政法が1問民法が2問ということで合計3問記述式の問題が出題されるという傾向になってますですので 記述式に関しても重要な科目である行政法と民法から出題されてますので、えー、行政法と民法はね択一のみならず記述の点からも非常に重要だという形になるわけです。さあこういう形で出題されて、まあ、60問がねこういう形で出題されてで13ページの今度一番右ですね合格発表のところを見ていただくと。 このオレンジのね折れ線グラフのところを見ていただきたいんですがこれが合格率ですで合格率はまあこの数字を見ると大体10%前後ぐらいという形で推移をしているということになっていますで10%前後で、えー、合格率が推移しているということになるのでなかなかこう簡単に受かる試験ではないということなんですよねあの 100人いたら10人、えー、10人いたら1人と100人の教室で10人しか合格しないという統計というかね割合ですからなかなか難しい試験ではあると。 ですので、ですすの個人で学習する、自分で本屋さんに行って本屋さんで適当な本を買ってきて学習すると、まあ、これもねもちろん合格のための勉強の一つではあるんだけれどもなかなかこう一人で学習して合格にたどり着くっていうのはまあ無理とは言いませんけれどもなかなかこう時間がかかるなと。 いいいうこととが言えるんじゃないかなか思います予備校を使っていただければねあのレック使っていただければ合格に必要な知識そしてその知識の中でもさらに取捨選択する講師がいますのでテキストや講師を十分に使っていただいて合格にね短い時間でたどり着くということが予備校レックの場合は可能になっているということですので、まあ、予備校の方ね検討していただければと思います。 さあそして最後にですねどんな点を取ったら合格ができるのかなんです先ほどまあ10%前後の合格率っていうのを見たんですが12ページですね12ページの今度左下の方ですこっちですこれが合格基準ということになってますで合格基準は3つあるんですで一番まず満たさなきゃいけないっていうのはね えー、こののの合格の基準要件の1番です行政書士業務に関し必要な法令科目の得点が満点の50%以上とで、えー、法令の科目の得点が244点が満点なのでこれの50%だと122点以上ということになる。 これはですねレックの方でしっかり1年学習していただければ122点以上というのはしっかり取れると考えていいと思いますのでこれは問題ないです。で要件の2なんですね行政書士業務に関する一般知識の科目の得点が満点の40%以上ということでこの要件の1と2は基準点と呼ばれるものでこの基準点をクリアしてないと合格ができないということになってます。 で一般知識の基準点は満点の40%以上と。で56点満点のうち40%以上だから24点以上と。こ分かりにくい数字なんですね。分かりやすい数字に直すと一般知識の出題問題数は14問だったでしょそのうちの40%以上を合格すれば正解に達すればいいんだのでこれ6問ってことです。14問問のうち6問以上 一般知識で正解を取っていなけけれればいけないといなななととうここになりますでこれがねなかなかこう大変な時があるんです、えー、政治経済社会は先ほども言ったように出題範囲が広いのでなかなかこう勉強がね及んでないようなところから出題が出てくることがありますし全ての政治経済社会の問題を、えー、全て完璧に分かって、えー、試験に臨んでるっていうのはねなかなか難しいですから分からないところが当然出てきちゃうんです。 そういう時にねこの6問をクリアできずに不合格ということになってしまうことがあります。ですので先ほど言ったように政治経済社会に関しては早めに準備をしていただいて学習をどんどん進めていただきたいということです。さあそして最後に要件の3番ですね。行政書士試験の満点は実は300点満点点点はは実なんです300点満点のうちの60%以上取ってればいいので。 結局60%以上で,180点です、ね、これです180点取れてれてば行政書士試験は合格ができるとということになります、えー、ですので行政書士試験は誰と競うわけでもないっていうのがね行政書士試験の特徴ですよ。えー、他の方と争って他の方より良い点を取ってで合格するというような形の試験ではない。 自分自身で6割取れてればもうそれで試験に合格できるというのが行政書士試験とということになりますただね先ほども言ったように180点取ってても不合格になってしまう場合があるとそれが基準点と呼ばれる先ほど言った要件の1と2なんですで特に要件の2の方ねえ200点以上法令で取ってたとしても一般知識の方で正解数が5問しかないということになってしまうと えー、一般知識の基準点満たさず不合格ということになってしまいますから、えー、一般知識に関してはもうどんどん早く勉強を始めていただきたいというところなんです。さあこういう形であの学習のね、えー、内容というものがまあ整理、えー、すると、えー、民法と行政法に学習の まあ力ウエイトを置いていただきたいこれが、えー、出題ののウエイトの大きな部分を占めるからですそれから一般知識に関しては基準点と呼ばれるものが設定していますのでこちらに関してもしっかり学習をしていただくということが必要だと。えー、で政治経済社会は特に範囲が広いですから早めに準備を始めて、えー、どんどん学習を自らしていっていただきたいというところなんですね。 さあこれがあ行政書士試験の概要ということとになりますであとはね、あのーまあ、時間ちょっとしかなくなっちゃいましたが、え行政書士試験の、まあ、合格後、どのような業務を行うことができるのかということになります。で、これもパンフレットを見ていただくと、ここですね、9ページですね、9ページね、で9ページ見ていただくと、 ここに書かれてます行政書士の業務を大きくね、えー、分類するとまあ許認可業務と呼ばれるもの、えー、これが行政に対しての許認可申請を行うと書類の作成と申請こういうものが許認可業務それから民事業務企業法務なんていうことでね、えー、個人と個人の間の まあ権利義務に関する文書なんかを作ったりするというものがこちらのね民事企業法務と呼ばれているようなものです。でまあ行政書士っていうとこちらの許認可業務なんかを思い浮かべる方が多いのかなと思いますね。えー、昔は行政書士代書屋なんて呼ばれてましたのでねあのー、行政に対する許認可申請の書類の作成と提出ということでそういう業務を思い浮かべて行政書士の業務だというふうにね 考えらられるる方もいいっしゃるかと思いますただ今ではなかなかあのその書類作成して終わりっていうのが行政書士業務ではなくて許認可を得るためにはどのような会社内の整備をしなきゃいけないのかなんていうことでね、えー、それから許認可を取った後にどのような運営をしていくかということでコンサルのようなね、えー、そういう立ち位置で業務を展開していくなんていうことも行政書士としては可能だということになります。 ま建設業のね、えー、許可申請とかあとは外国人の在留申請とかねあとは飲食店の営業許可申請あとは風俗営業とかね自動車関連、まあ、こういうものは行政書士の許認可業務の一つということになってますそれから行政書士のメインの業務こちらもね、えー、専門で行政書士業務を展開している先生というのはたくさんいらっしゃいます遺言書の作成ですね えー、お亡くなりになる方の最後の意志というものをこの世に残すための手続きが、えー、遺言書遺言書の作成ということになりますがその原案の作成なんかをねこうサポートしたりとかそれから公正証書公証役場というところで遺言書を作成するような時は公正証書遺言のね作成をサポートするなんていうこともあります。それから相続業務 これも行政書士の、ねあのー、メインになる業務の一つですえす、ー、人がお亡くなりになれば、えー、不動産や預金というものが相続されることになりますがこの相続というのは通常は法務局とかねあとは銀行なんかに対して手続きをやっていかなきゃいけない。で法務局に対する名義変更なんていうのはねこれは司法書士の専門業務ですから行政書士できないんですがそれに至る前までの手続き。 えー、例えば遺産分割協議書の作成とかね、えー、こういうものの業務っていうのは行政書士の業務として行うことができるということになりますのでお亡くなりになった方が一堂に会してどのように財産を分けたかとでそれを決めた文書を作るというのが遺産分割協議書の作成業あとはまあ,あの契約書の作成とかね、えー、あとはこちらの内容証明郵便の作成ね。 えこういうものもメインの業務ということでクーリングオフなんていうことでねえ契約の解除無条件で解除するなんていうことを内容証明でやるなんていうことも行政書士の業務になっています。行政書士のの業務このようにたくさんありますけどもね あの合格後皆さんが何か興味があるものをある程度絞ってね業務なんかをやっていくと、うん、非常にこう効率的に仕事ができるんじゃないかと思いますね。何でもでもきますなんていう形で最初はね業務はやるんですけれども何でもやりますっていうと初めての業務を全部依頼されて全部初めてっていうことでね全部調べながら業務やっていくということになるとなかなか効率悪いんで、まあ、何らかの専門性を身につけて一本 真の通った、ね、専門の業務っていうのを見つけていただいてそれを中心にその周辺業務なんていうのをやっていくのが、まあ、行政書士のね、えー、まあ業務のやり方かなというところです。さあ、えー、行政書士の試験ということでお話をさせていただきました、えー、整理すると行政書士の試験に関しては民法と行政法。 ここに学習の中心を置いていただきたいということですこれが特に出題として重要な科目であるということなんですねそれから一般知識に関しては基準点が突破できるように早めに準備をどんどん進めていただきたいというところこれが試験に関しての重要なポイントですそれから業務に関しては許認可業務や民事法務と呼ばれるような業務が行政書士の業務ということになりますのでまあ、試験合格後にはねどのような業務ができるのかと ということを想像しながら試験の勉強なんかをしていただくとモチベーション上がると思いますのでねえしっかりえ学習の方をしてえ業務の方を合格をやっていただければと思いますまあ長くなりましたけれどもねえ以上で私のお話はこれでえさせていただきたいと思いますえぜひレックの方で一緒に学習をしましょうえそれでは本日の講義はこれで終了ということになりますお疲れ様でした